以来プールは行ってません。なんでなんで？水着ってほとんど下着じゃないですか。じゃあ英二君とプールなんて絶対行けないね。でもせっかく可愛い水着着たら見てほしくない？まあでもほぼ下着見せてるようなもんか。ビリヤード、私ルールを知りません。おお、マジで簡単だぜ。575で言うなら、玉と棒ついて入れるぞ穴めがけ。ごめん今のなし。玉と棒。ねえ、エイちゃん、出だしもっかい見直す。ああ、ナナコちゃん出ておいでよ。エイジ君がちょっとドキッとするようなのチョイスしないと。どうしよう、ちょっとドキッと、このくらい。いやいや、若い子がビキニ着ないでどうすんだ。雨が好きになる話してあげる。カライ高校七不思議、恋の相合傘。雨の日に女子から誘った相合傘で下校すると二人は結ばれる。どう？雨好きになった？雨は好き。だって湿気で肌プルン。お前こんなところで何脱いで。大丈夫、ちゃんと T シャツ着てますよ。そっか、びっくりさせんなよ。こんなにも肌さらしたの赤子以来。エイジ君いなくてよかったね。これでもし見られたら。湿気で髪もじゃる。え、いつもと変わらず綺麗だけど。今はまだ我慢できててこれなんです。何それ。じゃあ我慢解いたらどうなるの？どういう理屈？まあそりゃ雨嫌いになるね。悪かったな、ナナコ。水着見ちまって。なんだ、ナナコ。少しなら見てもいいから行かないで。ありがとな。俺ちょっと餌やってから帰るわ。え、どうしたナナコ。だって今日一緒に帰る約束を。あ、そっか、ごめんごめん。じゃあ、ナナコも手伝ってくれ。あら、休日デート。ナナコちゃん、これはね。刺さないじゃん。傘？二人とも持ってたら、忘れたとかなくしたとか言って入っちゃえばいいじゃない。どうした、ナナコ。ねえ、エイちゃん、今日は一緒に帰ろうね。うん、どうぞ。ケーキ焼いたの食べてみて。な、なんでもない。いただくよ。しかし、なぜ。育ててくれてありがとう。
し他に当てがないなら横どうぞ。おう。